はい、どうも、生物担当の田中龍之介です。今回は一問一答シリーズの第37回目、神経の後半の問題となります。で特に今回は、まあ、神経の、ね、その活動での発生だとか、あるいは興奮の伝導伝達に関する問題が出てきます。では、問いの一番からやっていきましょう。問いの一。 ニューロンに息地以上の刺激を与えると活動電位が発生する。この際のニューロンの軸索の内側の電位変化を図1に示した。T1 から T3 における電位変化に依存するナトリウムチャンネルの開閉状態の組み合わせとして最も適当なものを一つ選べ。なおニューロンに刺激が与えられた時点を0秒。細胞外の電位を 0mV としますよと。えー、センター試験2019年の追試の問題となります。ではグラフを見てみましょう。 で、こちらがね、そのグラフとなりますが、まず最初はここね、ここが刺激を与える部分で、その前というのは静止電位が、まあ、生じている状態ですね。その時はカリウムイオンのリークチャンネルっていうのが開いていて、で、そこからカリウムイオンがちょっとずつね、細胞外に出ている状態になります。まあ、なので、内側が今、負に帯電しているわけですが、で、そこで刺激を与えると、まあ、活動電位が発生してっていう話になるわけですよね。で、その時に活動電位が発生するこの一番最初の変化ですね。 ここでナトリウムイオンの流入が起こります。ということは、電位依存性のナトリウムチャンネルというのは、ここで開いているわけですね。で、その後ですね、ここでナトリウムチャンネルは閉じて、その後すぐにカリウムチャンネルが開いて、カリウムイオンの流出が起こります。なので、ナトリウムイオンチャネルが開いているのは、このね、T2 の部分だけになります。ということで、正解は6番。閉じている、開いている、閉じているという組み合わせになります。では、ここで、 静止電位、活動電位に関するグラフを黒板の方で確認したいと思います。で今ね、こちらに書いたのが、膜電位の、ね、変化を表したグラフです。で刺激を与える前が、まあ、これね、負に帯電していて、この時はまあ静止電位が生じているというわけですね。で今、この部分で、この部分に刺激が伝わりました。ナトリウムチャンネルが開くとナトリウムイオンの流入が起こって、膜電位が上昇しますと。で、ここでナトリウムチャンネルは閉じて、すぐにカリウムイオンチャンネルが開き、カリウムイオンの流出が起こりますよと。と で、この膜電位が上昇してから、静止電位に再びね、戻るまでの、この膜電位の変化を活動電位と言います。で、このグラフについてなんですけど、まあ、横軸は時間で、単位はミリ秒となります。ミリ秒っていうのは、千分の1秒のことになります。また、活動電位のね、大きさをね、答えるときなんですけど、例えばこのグラフのとき、ここがね、4 0ルトだから、ね、活動電位の大きさは4 0ルトですよって答えないように気をつけておいてください。 この場合だったら、マイナス7 0ルトから4 0ルトまで上昇しています。これがね、変化の幅となりますので、今回であれば、活動電位の大きさは約1 1 0ルトということになります。では問いの2番に行きましょう。下の文章中の1から3に入る5として適当なものをそれぞれ一つずつ選べ。センター試験2010年の問題となります。では読んでいきます。 受要器の感覚細胞に生じた興奮はニューロンによって中枢を介して筋肉などの効果器に伝えられ、刺激に応じた反応を起こす。動物は刺激に対して素早く反応するために、刺激の需要から効果器の反応までにかかる時間を様々な方法で短くしている。 脊椎動物の場合、軸索の周囲に別の細胞の膜が何重にも巻きついた1と呼ばれる構造が存在し、これが2となっているために3が起こり反応時間が短くなりますよということで、まあ、脊椎動物で興奮のね、伝導速度を上げている、まあ、その仕組みに関する問題になります。で、ここに別の細胞が何重にも巻きついたってありますよね。 これが、まあ、いわゆる、ね、その手腕細胞とかのことで、その手腕細胞などが何重にも巻きついて形成している構造のことを随称と言います。なので、ここには選択肢の3番が入ります。でその随称はどんな、ね、役割を果たしているかといったら、絶縁体として働くんですね。なので、ここには2番が入ります。なので、ホニャララが起こり、反応時間が短くなりますよと。まあ、随称という、まあ、活動電流が、ね、流れない部分を作る。 ということは、そのね、随所がない部分を興奮は飛び飛びに伝わっていくんですね。で、それを超薬伝導というので、空欄3には5番が入ります。ということで、3、2、5というのが正解となります。では、問いの3番に行きます。有髄神経繊維と無髄神経繊維に関する記述として適当なものを2つ選べ、センター試験2016年の追試の問題となります。では、選択肢の1番から見ていきます。脊椎動物は無髄神経繊維を持たない。 で、教科書とかだとね、その脊椎動物の多くの神経は、有髄神経繊維であるっていうね、風に書いてあるんですけど、じゃあ無髄神経繊維はね、持たないんですかっていうと、そういうわけじゃないんですね。まあ、一部の神経においては、無髄神経繊維が見られるので、一番は×ということになります。では、二番。手腕細胞の膜が何重にも巻きついて形成される、髄症を持つ神経繊維は、有髄神経繊維と呼ばれる。ね、これは正しいので、二番。正しいですね。 3番、無髄神経繊維には電流を通しやすい髄症がないため電動速度が低い。確かに無髄神経繊維というのは電動速度が低いんですが、電流を通しやすい髄症というのは間違いです。髄症は電流を通しにくい部分ですので、3番×。4番、有髄神経繊維が刺激されても、ランビエ降臨では活動電位が発生しない。有髄神経繊維の髄症がない部分のことをランビエ降臨と言います。 で、随章がない部分ですので、興奮はそのランビエコーリンの部分だけを伝わっていくことになります。なので、ランビエコーリンでは活動電位が発生しませんよというのは間違いですので、4番ツ。5番、無髄神経繊維の一部が興奮すると、興奮部と隣接する静止部との間で活動電流が流れる。まあこれが正しいお話ですね。まあこれについてはね、後ほど説明します。で、6番、 無髄神経繊維の伝導速度は軸索が太いほど低いではなくて、軸索が太いほど高い、速いとなります。なので、6番×ということになります。よって、正解は2番、5番。では、ここでね、興奮の伝導に関するお話をしたいと思います。まあ、特にね、選択肢の5番がね、関係している部分ですね。で、こちらの図を使って説明するんですけど、今ここに書いているのは、まあ、軸索の細胞膜だと思ってください。 で、下が内側で、上が外側となります。で、通常、刺激を与える前というのは、外がプラス、中がマイナスに帯電しています。じゃ今ね、この中央の部分に電気的な刺激を与えたとします。まあ、そうすると、その部分でナトリウムチャンネルが開き、つまり活動電位が発生することになります。で、活動電位が発生することを興奮というので、今ね、刺激を与えた部分が興奮部分となりますよと。それに対して、その両隣の部分というのは、まだ興奮が起きていなくて、 この部分をね、静止部と言います。で、その時、興奮部とね、隣接する静止部の間っていうのは、このプラスマイナスの関係ができるんですね。なので、プラスからマイナスに向かって電流が流れることになります。で、これを活動電流と言うんですね。で、この活動電流が刺激となって、さらにね、この静止部を刺激して、最初はね、ここが興奮していたんだけど、その興奮部というのが、その両隣に移動することになります。 これが興奮の伝導という現象になります。まあ、なので、興奮の伝導というのは、興奮部から静止部に活動電流が流れることで起こるので、先ほどの選択肢5番は正解ということになるわけです。では問いの4番に行きましょう。軸索の末端は次のニューロンの樹状突起などとシナプスにおいて連絡し、次のニューロンへと情報が伝達される。 下線部に関してシナプスで生じる科学的伝達の仕組みについて、次の文章中の絵からかに入る語の組み合わせとして最も適当なものを一つ選びましょうと。センター試験2017年の問題となります。では文章の方を読んでいきます。活動電位が軸索の末端に到達すると、末端部にあるホニャララが軸索の膜に融合し、内部に蓄えられていた尾がシナプスの感激に向かって放出されるとありますので、まあ、何がね、細胞膜と融合するかって言ったら、 シナプス症法というものが膜融合することになります。そして内部に蓄えられていた神経伝達物質が放出されることになるわけですね。なので、まあこれはね、いわゆるエキソサイトーシスという現象になります。で、その後神経伝達物質が隣接するニューロンの樹状突起などにある受容体に結合して、ほニャララの活性化による電位変化などを起こすという話なんですが、まあここがイオンチャネルになります。 つまり、受容体として働くイオンチャネルがあって、まあ、そのイオンチャネルの受容体部分に神経伝達物質が結合すると、イオンチャネルが開いて、イオンの流入が起こり、それで、シナプス、抗細胞、受け取る側の細胞に興奮が伝わるっていう仕組みになります。ですので、今回の正解は2番ということになります。では、問いの5番に行きます。 神経の機能に関連して神経伝達物質が関わるシナプスについての記述として誤っているものを一つ選べ、センター試験2018年の追試の問題となります。では選択肢の一番から見ていきます。シナプスでは神経伝達物質による両方向性の伝達が生じる。ここのね、両方向性というのは誤りになります。なので早速一番が答えということになります。基本的にシナプスにおける興奮の伝達というのは一方向性の伝達になります。 では他の選択肢確認していきましょう。2番、シナプスでは神経伝達物質がシナプス症法から放出される。まあこれは先ほどね、確認しましたよね。正しいです。で、3番、軸索の末端はシナプスの一部を形成する。まあこれも先ほど出てきました。正しいですで。4番、シナプスではイオンチャネルが受容体として働く場合、神経伝達物質が結合することによってチャンネルの開閉が調節される。まあこれも先ほど出てきましたね。正しいです。 で、5番、シナプスでは、2つのニューロンはシナプス感激によって隔てられている。まあ、これもね、正しいんですけど、では、最後に、興奮の伝達について、黒板で確認をしたいと思います。では、最後ね、興奮の伝達についてなんですけど、まあ、ニューロンとニューロン、あるいはニューロンと筋細胞などのように、神経伝達物質によって情報のやり取りをする部分のことをシナプスと言います。で、その時、興奮を伝える側の細胞をシナプス全細胞。 興奮を受け取る側の細胞をシナプス、高細胞と言ったりもします。でその時、まずね、シナプス全細胞で、興奮がこの軸索の末端まで伝わってくることから始まります。で、興奮が軸索の末端まで伝わってくると、それによって、電位依存性のカルシウムチャンネルが開きます。そうすると、カルシウムイオンが、このね、神経終末の中に流入して、このカルシウムイオンによって、シナプス症法のエキソサイトウシスが促されます。 まあそうすると、シナプス症法は膜融合して、中身の神経伝達物質が放出されるわけです。で、その神経伝達物質が、シナプス高細胞の膜にある受容体に結合する。で、この受容体はイオンチャネルになっていて、そのイオンチャネルが開くことによって、ナトリウムイオンが流入しますよと。まあ、そうすると、シナプス高細胞で膜電位の変化が生じると。で、その時のね、膜電位の変化を、シナプス高電位って言うんですけど、 ま、シナプスコーディの発生が、ま、興奮のね、伝達が起こったという意味になります。で、この時、このね、イオンチャネルというのは、神経伝達物質が結合することで開くチャンネルですので、伝達物質依存性のナトリウムイオンチャネルと言います。で、興奮の伝達に関しては、その仕組み自体がね、聞かれることもありますし、またこれを理解していないと、他のね、部分、関連する部分がね、理解できない問題もありますので、これについてはきちんと頭に入れておいてください。 今回は、膜電位の変化のお話や、興奮の伝導・伝達に関する問題を扱いました。まあ、この部分というのはね、動物が行動する上でまあ重要な仕組みとなりますので、きちんと理解して覚えてもらえたらと思います。では、今回はここでおしまいです。お疲れ様でした。今回も授業お疲れ様でした。生物は授業で使っている資料を公式ホームページの方からダウンロードできますので、そちらを利用してもらえたらと思います。プレミアムの方では、 共通テスト対策とか、私立、国立とかの対策をやっていますので、そちらの方でパワーアップしてもらえたらと思います。では皆さんお疲れ様でした。